ステップは、重松清による日本の小説、恋まで、あと3歩、と題し、中央公論2007年1月号から2009年2月号に、連載、ステップと解題し2009年3月に、中央公論新社から刊行された。30歳で愛罪をなくし、シングルファーザーとなった男性が幼い娘と共に二人を、取り巻く人々との交流の中で成長していく、段階を、 連作短編形式で描く。後に2012年3月25日に中古文庫から文庫化された。山田孝之主演で映画化され、2020年7月17日に公開された。ケロ先生ライカでハローグッドバイアジサイキュウリの馬に乗ってサンタグランパ悲願すぎまでバトンホップステップジャンプ監督は飯塚健、主演は山田孝之で映画化され、 2020年7月17日に公開された。当初は2020年4月3日に公開予定だったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、同年7月17日に延期された。なお、同年7月17日に公開されることが7月2日に発表された。ありがとうございます。